今回の企画が、実現したこと本当に嬉しく思っているとともに、びっくりしています。市長、そして一関市民の皆さん、そしてJR 東日本の皆さん、本当に感謝の気持ちでいっぱいです。一関が育んでくれた NSP、 そして天野茂君の代表曲でもある夕暮れ時寂しそうは、まさに一関の岩井川の河川敷というか堤防が、市のテーマになっている場所でありますので、天野君本人が一番喜んでいると思います。僕もですね、できれば一関の新幹線のホームで、一度でいいから、聞いてみたいと、今本当に心から思っています。とにかく今回、実現ありがとうございました。